今日はね、こういうのを見に来てます。バリミューダとか象印とか1万800円で5万9400円でもおしゃれだけど値段がすごい高い。こんな感じ。 This is brand new。 これはまあ1万800円でお手頃かな。まあ、コーヒーメーカーですね。コーヒーメーカー、こういう全自動にするのか、こう手動にするのか、全自動、これは手動、これ手動だけど自動より高いんだよ。これ全自動で、でかいやつでも4万7800円で、手動でこっち6万だからね。これこれなんか昔のさ、こんな感じじゃない、そのかき氷の機械みたいな。かき氷の機械みたい。あとお母さん、あれ、あの水をちゃんと、それ見た方がいいよね。これ開けるんじゃない。これが水じゃない。いいじゃん。ああ、出る出る出る。こうなってるんだけど、これ何なの、これ。これは見るなって見る。ガチャ。水は？でここ入れるじゃん。別々じゃないじゃん。ちょっとやりにくくない？でも全部一緒にやろうってこと。いや、まあそういうことだね。これ壊してるな。こっちの方が簡単。これはね、ここちょっと傷みやすいです。これは形が違うじゃん、これ。こっちにコーヒーで、これは上にコーヒーだけど、これ、ね、これがないから、これはあの一番壊れやすい。こっちは壊れにくいんじゃない。壊れやすい、これが壊れやすいんですね。これでいつも壊れる。ここはないのね。そうそうそう、これとか、これがいいね。これは4枚のやつで、それにこれ見るのがついてる、ここに。あ、自動ね、これね。これはかっこいいけど、3倍っていうのがちょっとね。これ4倍取れれば本当問題ないんだけどな。でもいいんじゃない、そんな何倍も飲むわけじゃない。そうだね、まあ、作ればいいんだけどね。なんかね、かっこいいよこれ。同じメーカーは一緒、これ同時一緒で、値段は5180円と1万800円。こっちは高い。そうだね、だよね。コンパクトだし、水がついてる場合には高いんだ。こっちの方がまあ見た目もあのすっきりしてる。これだってブランドにしてんだっけ、ステン。ちょっと違う。これもいいけどね。これ違うやつ。ちょっと長くない？これが。この直線が。これ。これそう。でこれがついてるからいいと思います。だってお母さんあるじゃん。ある、これがある。あるもんで、それはこれは問題ない。ついてなくても別に問題ない。これね、どっこいちゃってみたいな店員が、うん、そうだけど、これは見るないのに一番高いんだよ。すごい値段だよこれ。なんかいいんだよ。まあまあまあいいけど、だってこの値段より4万7800円、ね、でこっちは手動で6万円。高すぎないか。これがやっぱこれがいいよ。これがこれがいい。これ買っとくけど、1万ぐらいの買えるね。うん、これ買ってください。これはいいの、これ。かっこ悪い。これいらんもんだ。見た目がちょっとね。これいらん。で、ちなみにこのバリミューダのシリーズがここかな。こんなやつね。ちょっとまあおしゃれ。これはいいよ、ちょっと考えよう。おしゃれやね。で、この色違いがこっちにある。裏側、反対側、これがベージュ。なんだ、ベージュよくないじゃん。白はない、ここいいかと思ったけどないな。写真と違うで全然。黒の方がかっこいいかな。でここにさ、水を入れるケースがあるじゃん。ケースっていうか、このこれがついてんの、うんうん、だけど白でもベージュでもこれはこの色しかない、うん、あ、そうそう、セットの色はこれしかない、うん、でこれもね、白があるって、うん、白がどうすると白が、ね、白がない、ね、白がだ。これはね、あの自分でこう、うん、自分で入れるときに、入れるときにこれが欲しいのよ。
こう自分でこう。これは電気。電気です。あとお母さん。あとこれこっちに。なんかこの1万もするんだけどガーってやつ でこれはあの旅行あのバイクとかでこれでウィーンって出先で作るやつ。これはミルクを作る。でこれが手動。でこれ高くない？こうやるのがあるよ。1万だね。手でこうやるの。これお茶だね。これでなんかウィーンこれうちにあるの。これおじいちゃん使ってる。ああ、水ならそれでやるやろ。回らないのどうしてやろうと思ったら、彼もおせいよで買った。おせいよ。回らんもんでおかしいなと思ったら。おせいよってなんだ。だからおじいちゃんがまみれてるのに自分でおせいよ入れたんですよね。どうすんの？これおしゃれだね。ウィーンって。おしゃれ。みんなで手でこうガリガリやる人かな。なんか詳しい人を呼んでくる？一応話だけちょっと待って。